とけ。変わるよ。200回があったいかな。50倍だけ引き出して、なぜならね、どうせ多く引き出しても1000枚とかになるようになったら、そしてこちら ダブルアップはだるいんだよ。ゲーセン自体はいいんだけど、なんかバイトのやつがマジ美しいんだよ。マジ、例えば、なんかメダル取るところで、なんかあえてそこに突っ立ってたりとか、いや、お前邪魔だろって。今のやつガチャガチャって。バイトなんかいらないんだよ。全部自動化すればいいでしょ。そこでストレス感じてんだから。めんどくせえやつだな。本当ね、バイトがマジめんどくせえ。あ、ダメだこれ。もう当たる気配がないわ。あげるから、やめて、いらないから給料3倍あげるんで、明日から来ないでください。3倍払った方がいいでしょ。で、
そのバイトからしても、給料3倍もらえるんだから、10万円働いてたら、30万もらえるんだから、それはね、やめて違うところで働いた方がいいから。露骨に、なんか、なんだろう、露骨に、目障りなやつとかじゃなくて、なんかね、放っとしいね。小出しに鬱陶しいやつ。適度に目立たない程度に鬱陶しいやつとか。そっちの方が結構ね、面倒くさい。なんなんだあれ、天然なの。分かんないけど、だってそこのだってメダル引き出しブースにだって行ってても必要ないんだから邪魔なだけでしょ。裏でだって座ってジャンプやったらまだ上行けるよ。お互いこれにかけるわ。